松山駅。松山駅は、愛媛県松山市南江戸一丁目にある、四国旅客鉄道、JR 四国、日本貨物鉄道、JR 貨物予算線の駅。駅案内パネルのコメントは、ぼっちゃん、マドンナと道後温泉の駅。松山市駅とともに、愛媛県の代表駅、県庁所在地駅である。駅番号は、JR 四国が Y55 と U00。 伊予鉄道は例後。伊予鉄道大手町線の JR 松山駅前、停留場についてもここで記述する。1927年に高松方面から伸びてきた予算線の駅として開業したが、松山市内にはすでに1888年に開業していた伊予鉄道の松山駅が存在していた。国有鉄道を当時運営していた鉄道省では、伊予鉄道に 駅名解消を要求し、伊予鉄道は国鉄駅の名前を伊予松山駅とすれば良いと反発した。鉄道省は伊予鉄の運輸課長を東京の本省に呼び出して圧力をかけるなどし、結局伊予鉄側が折れて伊予鉄の駅を松山市駅に解消して松山駅の名前を国鉄に譲った。しかし国鉄の駅は市街地から離れていてその後も松山における。 中心駅としての地位は松山市駅が占め続け、国鉄 JR の駅は長距離客のみ使用するものという雰囲気が形成され、現在に至る。現在 JR 線上に存在する都道府県代表駅46駅で最後に開業した駅となっている。愛媛県の県庁所在地でもある松山市の代表駅で駅舎に接した短式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームを有する地上駅である。駅構内には車両基地、松山運転所が置かれている。緑の窓口や自動券売機はあるが、JR の人口30万人以上の都市の中心駅で唯一自動改札機はない。事務官コードは70万1452を使用している。いよしーオーで伊予な沿いの予算線九線を、 経由して、宇和島方面に向かう列車は、同区間の愛称である、IR、伊予灘線、伊予長浜経由、行き先駅名行きと案内される。2011年4月19日より、列車接近メロディは、瀬戸の花嫁から、この町で、に変更されている。これは、松山市とのパートナーシップ協定の一環であり、当日には協定締結式が、ホームにて行われた。 なおこのメロディが採用されたのは、松山市、言葉の力イベントで生まれた歌であることから。2015年5月15日より、松山市と JR 四国が、瀬戸内、松山構想の協定締結を行った取り組みの一つとして、この町でから、春や昔に変更されている。駅舎は1953年に改築されたものである。エントランスの三角屋根は、 小説坊ちゃんの旧姓松山中学や初代松山駅をイメージしたもので、これは2000年のリニューアルの際に新設されたものである。この時のリニューアル時には他にも改札口付近を木目町に改修、駅前にガス灯を設置するなどしており、レトロな雰囲気を漂わせている。高架化が計画されており着工している。詳細は高架化事業の不死を参照。 特急は原則として一番乗り場を使用するが、宇和島方面の一部は二番乗り場も使用する。伊予市方面の普通列車は主に二点三番乗り場を使用するが、今治方面の普通列車のホームは固定されていない。当駅では、一番乗り場北側に、岡山、高松発着の、潮風、石槌、南側に、宇和島発着の、宇和海が向かい合わせに止まる珍しい形態を取ることが、 多い。そのため写真にあるように一番乗り場の有効長が二番三番、乗り場の有効長より長く、十二両編成分の長さがある。2014年ダイヤ改正までは、下り基準で、潮風編成の前側と、上階の後ろは自由席がメインで指定席、クリーン車を利用しての、潮風、上階相互の乗り換えには時間と距離を要していたが、同改正で、潮風は、 編成が逆転し前側がグリーン車、指定席なったため、指定席利用客の乗り換えが便利になるように改善された。2016年代イ改正では、下り基準で上階の指定席が後ろ側に変更されるため、指定席同士の乗り換えがさらに便利になった。また、電車を使用する潮風、石槌はここで折り返すため、車内清掃終了後すぐに発車となる。 到着後10分程度で発車する。愛媛県道19号松山高線上に、千鳥式に配置された2面2線の安全地帯が設けられている限定である。市内電車、松山市内線の1、2、5号線が使用する。本電停を境に小町方は、単線、西堀単方は、伏線となっている。それぞれ、松山市駅、道後温泉方面駅と小、小町、 木山地方面域となっている。校舎については五号線が当駅を終着とするため、継続電車と当駅終着電車で停車位置を分けている。工術する松山駅周辺の高架化が完成した暁には、電停が予算線直下に移設される。同時に、松山駅下を潜る形で、将来の市内電車による松山空港乗り入れを視野に入れて、南江戸地区までの 約700メートルが延伸されることも決定している。詳細な限定配置や環状運転をどのように扱うのかなどは不明。JR 貨物の施設は駅舎の南側に位置する。本線を挟んだ西側は松山運転所が広がる。コンテナホーム2面、2 0線3本が設置されている。駅の着発線と2 0線は出没駅方面に伸びる。 引上げ線を介して接続している。また、駅構内には、営業窓口の JR 貨物松山営業所も、置かれている。2014年3月改正時点での貨物列車は、1日、一往復高松貨物ターミナル駅方面との間に、高速貨物列車が運行されている。なお、当駅終着の下り列車は、高松貨物ターミナル駅始発だが、 当駅始発の上り列車は大阪貨物ターミナル駅まで直通する。人口50万人を抱える四国最大の県庁所在地の代表駅としては利用者は少ない。これは当駅が松山市街地の西端に位置することや、長距離客の利用が中心で短距離の利用は、伊予鉄道の方が利便性がいいこと、松山市駅が市の実質的な中心駅としての機能を担っている。 ことなどが挙げられる。駅前には、伊予鉄バスと JR 四国バスのバス乗り場が設置されている。伊予鉄、バス JR 四国バス。松山市駅前発着の高速バスは、JR 松山駅前を経由しないものも多い。新高速乗り合いバス、ツアーバスから移行した高速バスは、ロータリーとは別の場所に、バス停を置いている。松山駅東。 ホテル入荷自原前、2018年4月2日、弁当製造販売の有限会社、鈴木弁当店、1870年に料亭として創業、1938年から当駅にて駅弁販売開始、1960年4月有限会社設立が事業停止となり、当駅の駅弁は途絶えることになった。しかしながら、 醤油飯の消滅を惜しむ声が多いことから JR、四国の子会社である、四国キオスクとステーションクリエイト東四国が、岡山駅の駅弁業者である、三好屋本店に依頼し、醤油飯を服させた。復活に際し鈴木弁当店のレシピを受け継いでいるという、主な駅弁は、下記の通り、2014年現在、松山駅では高架化事業が進んでいる。 2008年に都市計画決定及び事業計画決定がなされ、同年より先行買収に着手した。先行買収は2011年度中に終了している。また、並行して埋蔵文化財の調査も行われている。当駅は松山市の玄関口の一つであるが、1953年に建築され老朽化した駅舎が現役である。2000年に駅本屋を レトロ町に改装したものの、駅舎の正方に運転所が併設されている関係で、西口が設置機内など、旧体依然とした構造をゆえに依然として利用者に不便を強いている。加えて、予算線により、東駅付近の中心市街地、主要道路が南北に分断されており、朝夕のラッシュ時には踏切により交通が遮断されるなど、都市生活にも支障をきたしており、 こうかたによる改良が決定された。また、当駅は松山市以外の中心、大街道や松山市駅などから外れた中心市街地生誕に位置している。これは全国的に同様の事例がいくつかあったようだが、国鉄線開業が昭和に入ってからと遅かったため、結果、当時の温泉郡南江戸村、現、松山市南江戸一丁目の田園地帯に駅をすることになり、 周辺部に市街化調整区域が点在する状況にある。道路も境外で市街地として抜本的な改良が待たれる。そのため土地区画整理事業を行うことも決定された。これは高価化と合わせて市街地としての再生も目指すものである。具体的にはである。完成は愛媛県で国民体育大会が開催される2017年度を予定していたが、 事業計画の遅れにより2020年度に変更された。その後、用地取得の長期化により2024年度に再変更された。詳細は松山駅周辺整備課、松山市ホームページを参照。松山市内には、前述の通り、伊予鉄道の松山市駅もある。こちらは、市駅と略して呼ぶことが多い。特に区別を要する場合。 松山駅は JR 松山駅と呼ばれる。路線の関係から JR 松山駅は主として県外外の主要都市と結ぶ足のやや長い交通、伊予鉄道の方は松山平野内の交通と住み分けている。どちらかというと松山市駅の方が市内中心部に近いことから両者の相互乗り入れは絶えず課題となっている。ただし河川電圧の違い、 予算線は直流線5 0 0ボルト、伊予鉄道線は直流750ボルトなど、相互乗り入れには障害も多い。また、予算線西木野山駅を、伊予鉄道高浜線西木野山駅に併設して、連絡させる計画もあった。特急、潮風、石槌、ミッドナイト EXP 松山、モーニング EXP 松山、和海、観光列車、 イオナダ物語の停車駅は各列車記事を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。